日本ルーテル人学校は、東京都三鷹市大沢三十二十二本部を置く各種学校で、キリスト教プロテスタントに属するルター派の牧師養成とキリスト教の指導者育成のための神学校である。日本福音、ルーテル教会と日本ルーテル教団が設立母体の教会であり、主としてその両教会の牧師養成を行う。1909年、熊本市において、 道町神学校として始まり、1925年に東京府の型町詐欺宮に移転する。1964年に4年生大学二本、ルーテル神学大学と2年生の神学校の形に改組した。1969年に三鷹の現在地に移転する。1998年に神学校自体もまた4年生の各種学校に改組し、現在に至る。 2015年3月、進学基礎コースの募集を開始した。1年コースと2年コースを置き、状況派に募集、キリスト教徒でない者も,も受け入れる。なお、入学後は神学校研究生という身分になる。2019年度4月より、牧師要請を目的とした、従来の牧師養成コースの教育に加え、進学一般コースを開設しました。 ルーテル教会の信徒の方々や他教派の方々、また、キリスト教に深い関心を持ち学ぶ意欲のある方たちが、神学校の学びをできるように、2年間のプログラムを用意。ルター派の伝統的な進学を基本としながら、エキュメニカルで広く開かれた学びを、それぞれの関心に沿って深めていくことができる。対象者は、キリスト教関連の施設や仕事に従事するもの、あるいは、 それを希望するもので、キリスト教、キリスト教人間理解を深めたいというもの。いずれの教会の会員でも、信徒として、聖書とキリスト教、進学を深く学ぼうという意欲のあるもの。上記のいずれでもないが、キリスト教への深い関心があるもので、修了要件は、2年間在学し、以下の必修、選択必修を含めて、40単位必修科目、進学通論2単位。 聖書学関連から4単位、ルター関連科目から2単位、歴史進学科目から2単位習得する必要がある。ありがとうございます。